鎌地武雄は、日本の射撃競技選手。日本ライフル射撃協会コーチを務めた。1984年ロサンゼルスオリンピック、男子ラピットファイアピストル金メダリスト。現時点において、オリンピックの射撃競技における、唯一の日本人金メダリストである。1936年3月20日、9万州国生まれ。第2次世界大戦における、 日本の敗戦のため、家族で宮崎県西諸方郡高原町に引き上げ、そこで少年時代を送った高原町立高原中学校卒業後自衛隊に入隊。1962年東京オリンピックに備えて開設された自衛隊体育学校に入校。稀に見る才能の持ち主として知られ、 メキシコシティオリンピックでは金メダル確実と期待された。練習ではカマチの動向を探ろうとライバルの外国人選手が退去して押しかけて見守る中600点満点中599点をマークしてその息を塑装させたが本番では全くの不調で12位に終わった。雪辱を期した。 ミュンヘンオリンピックも普段の調子は出なかったがそれでもメダル圏内で最終4秒差を迎えた。ここで満点なら銅メダルだったが最後の5発目が痛恨の遅者で無得点となり順位を下げた。モントリオールオリンピックでは12位。日本が不参加となったモスクワオリンピックで4度目の代表となった後一旦引退。しかしその才能を惜しむ。 外国人選手コーチに復帰を促され現役復帰、ロサンゼルスオリンピックの代表となった。ロサンゼルスオリンピックでは射撃競技で上位を独占してきた東欧勢が不参加となったことや周囲からの注目度も以前ほどではなく気楽にやれたのが良かったのか、出場4回目にして金メダルに輝いた。この時カマチは48歳で2021年の 東京オリンピック終了時点でも日本の最年長金メダリストの記録となっている。また、戦前、生まれ最後のオリンピックメダリストでもある。カマチは、ロサンゼルスオリンピックでの日本選手の最初の金メダリストであり、期待された選手が不審で金メダルを逃す中、全くノーマークですでに孫もいる中年のカマチが初の金メダルを獲得したことは、 多くの国民の関心を呼んだ。自衛隊体育学校教官を経て、1989年に定年退官。最終階級は一等陸位。2014年12月4日、脳梗塞の試し去。78歳没。ありがとうございます。